のお姉ちゃん。うん、する。ドド大魔王は悪者だから、栄誉騎士のお姉ちゃん、気をつけてね。まだ大魔王には会えてないけど、ドド子はクレイがちゃんと守ってみせるよ。誰にも渡さないんだから。たとえ大魔王がドド子のおじいちゃんやお兄ちゃんだったとしても、ドド子が誰であろうとクレイ負けない。クレイここ好きだよ。砂浜があって海がある。バーバラお姉ちゃんがくれたバドルドーに他にも面白いものがたくさん。それにみんないる。とっても楽しいよ。クレイ幸せ。実はね、クレイちょっと怖いんだ。もしクレイが失敗したらドド子と離れ離れになっちゃう。栄誉騎士のお姉ちゃん、ドド子を守ってくれる？本当？それならクレイもドド子も安心だね。ありがとう。ね、クレイまだわからないことだらけだけど、でもみんな来てくれた。それにアルベドお兄ちゃんとレザーも。クレイ嬉しいな。お友達がいっぱいだといろんな遊びができるね。クレイみんなと一緒にいるの大好き。うん、もしお魚をドカーンしたくなったらクレイのとこまで来てね。夜の海は綺麗だな。ああ、旅人はどんな話がしたい？仕事ならリサが代わりにやってくれているから問題ないだろう。彼女が本気を出したら右に出る者などいないからな。だがことあるごとに彼女には面倒をかけてしまっている。いつも申し訳ないと思っているんだ。だから日頃の感謝を込めてプレゼントを贈ろうと思っている。幸いリサの好みならよく知っているからな。こんな島は初めてだ。なんだか不思議な感じだよ。危険が潜んでいると知りながらここの美しさに魅了されている。言葉では言い表しにくい魅力があるんだ。ここに来てから徐々に未知なるものを求める冒険者たちの気持ちが分かってきたよ。旅人、君も冒険者なら私の気持ちを理解してくれるだろう。無論安全には十分配慮するがな。実はつい最近気づいたんだが、私は少々息抜きをすることに対して無頓着なようだ。すまない、うまく言えないんだが。旅人、一つ聞いてもいいだろうか。私は真面目すぎるのだろうか。だからいつもみんなから休むよう言われるのだろう。申し訳ない気持ちでいっぱいだ。私の性格が可愛い？そうやっていつも君は優しい言葉で私を慰めてくれるのだな。ありがとう旅人。何にせよみんなの行為は十分に理解した。ちゃんと体をいたわることを覚えるよ。まさかここでみんなと一堂に会するとはな。このように考えていいかはわからないが、プレイがすごく楽しそうだ。もともと賑やかなのが好きでやんちゃな子なんだ。今回は思う存分遊ばせてやろう。私は護衛役に徹する。それにしても本当に綺麗な景色だ。この海を眺めたみんなが幸せと安らぎを感じてくれるといいな。あ、おやすみ。お、ちょうどいいところに来たな旅人。クレイにトカゲを捕まえに行こうって誘われたんだ。
お前も興味あるか？ああ、いいぞ。トカゲを捕まえに行くまでまだ時間がある。空き時間を有効活用しよう。やれやれ。今、ガイアがこの木に乗じてまたサボろうとしてるって思ってるだろう。ははそんな風に思ってもらっちゃ困るな。俺がここに来たのには、ちゃんとした理由があるんだよ。普段俺はあらゆる事件の後始末を担当してる。だが今回は状況が特別だろう？ほら、代理団長だけでなく、騎士団の元騎兵隊長までいる。つまり俺が手を出すまでもないってわけだ。だから今はこの貴重な時間を大切にすべきだと考えてな。夏を満喫しようとしてるんだよ。ほんと、綺麗なところだよな。この絶景の前ではそれに見合う態度でいるべきだ。うん。波の音を聞きながら過去を振り返るのも悪くない。俺か。今ふと思ったんだが、人間って成長を逆行できたらいいと思わないか？子供に帰って大人の悩みから解放されるんだ。クレイのように自由奔放に振る舞える。お前はどうだ？どうした？ディルックの辛気臭い顔でも気になったのか？あいつはここ数年ずっとあんなだよ。いろんな感情を抑え込んでる。そういうわけだから、あいつのことはただの背が高いだけの子供だと思っていいぜ。俺から言わせれば、いつまでも子供のように生きていけるのは正直羨ましいことだけどな。ん？まさか。これは別に悪口じゃないさ。大人といい子供といい、この島には世話の焼ける奴らばっかりだ。もう行くのか？ゆっくり休めよ。こんな夜更けに海辺を歩いていると少し寂しく見える。いいだろう。最初に受け取った時から怪しいと感じていた。だから念のため他のやつにも聞いたんだ。結果は予想通り、手紙を受け取った人間は僕だけじゃなかった。明らかにこれは計画的な行動。ここに来たのは相手の目的をはっきりさせるためだ。僕がいる。君は安心してくれ。まさかこんなにいい景色を楽しめる島だったとはな。夜の海辺を歩くと、まるで休暇を過ごしに来たんじゃないかと錯覚してしまう。これも僕たちを油断させるための罠なのだろうか。僕のことは別に気にする必要はない。それよりも君の方が心配だ。どうだ、この島で不自由はないか？そうか。もし助けが必要な時はいつでも僕を呼ぶといい。それと何か手がかりを見つけたら僕に教えてほしい。そうだ、さっきクレイに魚を取りに行こうと誘われたんだ。よかったら君も来ないか？今日？ああ、あのことか。くだらないことだ。別に気を使う必要はない。ガイアのやつ、ここに来てからずっと浮かれてるだろう。何年も経ってるのに、子供の頃から夏が好きなんだあいつは。ああ、おやすみ。明日に備えておけ。はい。ん？君か。散歩でもしているのかい？いいよ、話題は君に選んでもらおうか。これまで様々な研究をしてきたが、今回みたいに竜の背に乗って飛ぶなんてこと初めての経験だよ。いい体験をさせてもらった。空を飛んでいると
風圧のせいで話し声が聞こえないんだ。会話するには声を張らないといけないと知れたよ。あんな風に会話するなんてめったにないから新鮮で面白かった。話題の方はまあまあってところだったけど、忘れられない思い出だ。この軍刀は非常に特別なものだ。まるで特定の時間にだけ封印が解かれる秘境のようにね。なのに島には人の痕跡がある。さらにそれ以外の生命体も。ここに着いてからずっと考えていた。生命に限りはあるのかと。どんなに孤独な地でも生命は存在するのだろうか。僕は平気だよ。心配してくれてありがとう。君こそ大丈夫かい？あ、ならいい。ここはスケッチの意欲をそそられる景色で溢れている。もし君も見たいなら連れて行ってあげよう。特に気にするようなことはなかったと思うが、ん？まさか僕が一人で先に行ったことを言っているのかい？あれは個人の選択に過ぎない。気にするな。僕はたまに一人になりたい時があるんだよ。人との交流は精神をかなり浪費する。交流相手を選べるのだとしたら、やはり君がいい。君は聡明な人間だ。僕はそういう人と会話するのが好きなんだ。そうか、おやすみ。よきち、ちょうどいいところに。一緒に海を見ない？うん、いいよ。どんなお話ししよっか。一度は耳にしたことがあると思うけど、モンドにはね、バドル道祭っていうお祭りがあるの。毎年お祭りの時期になると、モンドの人たちが色鮮やかなバドルドっていう玉を投げてね、風神を祝福するんだ。子供からお年寄りまで楽しめるお祭りなの。クレイってバドルド祭が大好きなんだけど、まだ開催まで日があるから、私が特製のバドルドを作ってあげたの。これでクレイが笑顔になってくれたら嬉しいな。あの子が笑っているところを見ると、私もつい笑顔がこぼれちゃうんだ。お姉ちゃんは警戒を怠るなって言うけど、私この島のこと結構気に入ってるんだ。夏の夜空に星が輝いてて、こうやって砂浜に座りながらさざ波に合わせて歌を歌ったら、なんだかロマンチックだと思わない？それにあなたもここにいる。この夏はひときわ特別なものになったな。え？私？私ね、実は、その、本音を言うとね、みんなが危険な目に遭うんじゃないかって心配はあるんだけど、この機会にみんなと一緒に遊べたらなとも思ってるの。笑わないでね。祈祷牧師なのにこんな遊びたがるなんて。ふぅ、よかった。まさか他の人もこの島に来るなんて思わなかったよ。一気に賑やかになったよね。これを機にみんなと仲良くなりたいな。特にお姉ちゃんと。お姉ちゃんいつも忙しくて、何でもかんでも自分一人で背負っちゃうんだよね。だからお姉ちゃんにはもっと自由で楽をしてほしいの。せめて私がいる時は笑顔が増えるといいな。何か歌ってあげたら喜んでくれるかな。そっか、うん、じゃあまたね。次の仕事は運動。あ、
お前、魚やる。食うか。俺、うまくできない。でも、やってみる。匂い、強烈。空まで届いた。だから、飛び降りた。ここ、しょっぱい。あと、木、草、果物。お前からは、いい匂いがする。水、多い。右も、左も、全部。でも、泳ぐの好き。俺、心配だったから、来た。うん、今、お腹空いてる。魚と、肉、食べたい。今日、探しに来た。無事で、よかった。怪我、気をつけろ。心配、怖い。俺が、みんなを守る。うん、わかった。